庭なども素晴らしい出会いですね、うん。じゃあ次にこの店の方に行ったらどうだ、うん、まあ、それぞれ、まあ、家族の部屋とかそういうのありますけども、そちらの方はただ覗くだけにしてください。これも、まあ、それぞれヒノキの一枚にかかれてますね。これ、おお、まあ、今回あの板橋のですね、あの総楼閣のあれがこう飾ってます。ここから見るのもまたいいんじゃないかと思いますね。じゃあ、 あのこちら ご覧ください。五右衛門風呂、あのこちらがアルミですね。向こうが銅板の屋根ですね。こちらアルミ、もともとは茅葺きだったんですけど、それであの大隈さんはですね、まあ、あの足の関係もあるかと思うんですが、すごくお風呂が好きでした、うん。まあ、今ここにあの五右衛門風呂がこう置いてありますけども、もともともっと下の方で発見されたそうなんですね。それで下の方にあの宿、あの風呂場があって、うん、その中に行って入ったと、うん。それであの常にあの下駄をあの履いてたそうです、うん。ですから下駄のまま入ってこちらの方であの休んだということです、うん。昔はここからずっと海、今向こうは青春バイパスが走ってますけども、うん、あの海まで見えて、また海まで行ってここに今で、あのこれ終わってから、ね、あのこっちの天文の方はですね、あの先ほどの県でご覧になりますので、あのまた後でゆっくりご覧になってください。はい、このまずは420本ぐらいあるんです。はあ。あの武士はもともと和歌山の方に住んでいて、そちらの方から一応ちょっと見たところです。はあ。まあ、それあれだ。まあ、あとはあれに沿ってですね、庭園の方もこれだけ広い、まあ、両方含めて1万2000坪あります、はあ。それで建物の方はそれぞれ110坪ですね。おがですね、あの奥間さんは先ほど写真見たように、あの東京の方でも立派なこう温室があって、
そこで、まあ、園遊会というのをやったと。そこでは、バラ園、ちょうど先頃ですね。バラは5月と11月が全然先頃です。皆さん、吉田亭は意外だとありますか？ない。今、バラが少し、ちょっとあの海なりで、ちょっとあれですけども、咲き始めてます。美味しいですと言ってお客さん皆さん、御所にお住まいの方も御所にですね、今日8人の首相がお住まいだったと、ゲストもおつだとお前のことで、さようにキムチですね、さっき総楼閣の隣ですね、あと大熊重信、これから今言ったらですね、山形有徳というのはこの向こうの中国のところにあったんですね。それから伊藤博文と、寺内正剛さんも駅の山側の方に、まだ僕は親戚の方がこう住んでおられます。それから原隆さん、それから加藤隆さん、これ三菱 の、 岩崎弥太郎の関係になります。それから吉田茂さん。はい、はい、こういう人が住んでます。またガイドでですね、企画ガイドでこれ8人の最初の日やりますので、ほうほう、はい、これ旧陸奥亭、これから中に入りますけども、一応この下にですね、飛線っていう掛け軸を書いてある場所があるんですね。それは現物がありますので、よく見れると思います。横山大観がですね、こちらにお泊まりになって宿泊してですね、それをお礼に書いたという、この七線飛ぶ泉亭が来ます。で、この下にですね、その腰掛けて書いたあれもあります。それから、この滝っていうのは実際に滝が流れてるわけじゃなくて、人工的にこういうふうな形で流して、一応滝にしたということです。まあ、これ朦朧体というそうなんです。新しい作法らしいんですが、はっきり線で書かないで、こう朦朧としたあれでこう書き方でやってるというふうに、これは実際に現物がありますので、ご覧ください。こちらが、あと、陸奥宗光公の一応、住まいと、それ最初は12年の、関東大震災で、一応その全体で住まいました。これは今までのがですね、栃木県の、場所の方に一応使いまして、研修文化所と研修部に行ってます。それから、建物をよくご覧いただきますと、まあ、あそこの南部ずつ、入れるところですよね。あれ、アジロ作り。それから皆さんあそこに書いてあるっていうのは何て書いてあるか分かりますか？読めない。創業
あの、そうですね。聴魚と、あの、耳に聞く聴魚とですね。それから、あの、漁というか、そう。まあ、御所はですね、あの、漁師の町でして、まあ、一応漁師にいろんな声がいるということで、非常に、まあ、国民のですね、あの、いろんな、あの、声も聞かなきゃいけないということで、聴魚と、という重要なことを書いています。まあ、今日は聞くといいですね。そういう形になります。これあの太田舞岩というやはり先ほどの大徳寺円覚寺の館長をやられた方が書いたあります。でこれはあの当時のものです。あの、まあ、一旦はこちらはあの破壊しましたけども、その大体のあれはこの月をあの再現しております。じゃあ中に入りましょうか。12名です。じゃあこちらの方でバスのご提示をお願いいたします。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。足元お気をつけください。わー、なんかすげえ。そちらは書生の部屋だったそうです。おう、まあ、ちょっとじゃあ中ちょっとこれあの海の別荘ですね。一応あの中に砂が落ちるような形で一応ここに、はい、はあ、これは薬水で一応です。はあ、でそちらの方がいいですか。どうぞ、こあの弟子にですね、それを一応皇室して書き上げたそうです。それがこれが先ほど言ったですよ、あの横山大観が書いたこれ秘書というぐらいです。まあこれもともと古川伝光の、一兵さんがこういただいたやつですね。これもまあ付け書院という形でこういう形になって。まあ、柱も一応面取りで木のない、それからこの天井ご覧ください、網代天井、それからそちらの方がですね、透かし振る舞いでしたね。でこの辺、あの電気傘のあれはやっぱり10キロぐらいありまして、それからあの古川伝光、まあ、石兵衛さんが一応すごくあの当初は京都の生まれですごくあの庄屋、もともとは庄屋だったんですが、大変変苦しい生活をしておりましたけれども、おじさんの家にあの家に小野道通りに奉公にいまして、それですごくあの能力を発揮したということで、まあ足尾銅座もほとんど何かあの掘り潰されたんじゃないかということで、あの一兵衛さんの勘でいやまだあるはずということで、随分あの試作を掘ったりしたんですが、それが実際に4年今によって7年で実際にあの得るまでですね、かかったということで、その後は銅山王としてあのいろいろです会社を設立したりしたりですね。あとここに今あの
これ見てみて、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 これ文化の花と言われたんですけど、ワシントンの花とも言われたけど、まあ、外国にやりましたので、それであの胸につじゅあの次男純吉さんという人が一兵衛さんの養子に入ってるんですね。まあ、その後であの虎之助さんという本当の子供が生まれたんですが、純吉さんは35歳の時に亡くなりまして、それであの陸奥宗光の遺産を受けた時にこちらの方を陸奥純吉さんが受けて、それで、あの、まあ、養子ですが、古川淳之助になったんですが、その時に一応、あのこちらの方も古川という名前になったと。あ、それで、あの、陸奥純吉さんですね、してきました。で、こちらが一応なったんですね。まあ、ここを一応書斎としてまして、まあ、ここからですね、あのよく座って、庭を眺めたと、素晴らしい庭だったと思います、ね。おぉ。もしよかったら、ちょっと座ってみて、味わってみてください。あおまあ、これ終わってからぜひ、ね、庭の方もご覧いただきたいと思います。あ、じゃあ次の方行きましょう。それあの今ですね、向こうの畳の廊下の向こう側に板の廊下があると思うんですが、結局あのここからですね、すぐ海に行かれたんですよね。うん、海水浴まで行って、そこからあの、まあ、少し砂がついたりしますよね。うん、ですから、あそこ の板の廊下を行って、あの足洗い場まで行かれると、そういうふうな作りになってます。うん、ですから、畳を汚さないで、あの行かれるというわけですね。うんうん、まあ、ここはちょっと、あれで、これが、あの、そうですね、向こうから、まあまあ、ここが取るやつで、ね、向こうに当たられてくるというふうに。これあのありますよと、あの僕は一連こうの中心としたあれですね、胸に一つになってるので、これがまあ両国ですね、これが両国さん長男ですね。でこれがあの養老人だったこの順次さん、これはあの牧師さんの次男ですね。これに35歳で亡くなってそうです。その後実際に自分でこのあの虎之助さんが二代目長になった、うん、それからそこにあの三面鏡が置いてありますけども、あの当時あの大正天皇の天皇皇后陛下が旅行にあのおいでになった時に天皇皇后が使った一応これが鏡台だそうです。はあ、ここにあの手紙が書いて ありますけど、あまりうまく私は読みませんけども、あの文化一年が留学中の
近藤陸三郎にあったというんだそうです。近藤は次に足尾銅山に工業所の所長になって一応足尾銅山の鉱毒事件に一応尽力した方だということで、こういうふうに、足尾銅山といいますとやはり鉱山を掘って、台風が来て鉱毒になって流れてしまうということで世の中から引き上がりますけれども、それを対策をして、工業整備局の名前がいらないような形で一応対策を練ったということです。こういうところご覧になってアジロ網ですよね、時はね、凝ってるんですけど、足を渡った場所だ。こちらも味の天井になってますね。やはりこういう作りは、その当時中高級な作りだったと思うんですが、
天井もあれですよね。みんな味を食べてしまうけど。昔にそんなの確かにないですよね、今。武藤さんは54歳で亡くなったんですけども、まあ、あの最後は苦しんだようですね。あの、まあ、こちらの静養してましたけども、実際の方は東京の本店の方で亡くなったことになりました。あれは私やったじゃ半分じゃないと思いますが、はい、一生天皇の場合は、ね、あれが入ってますね。それでやはり、昔のあれですから、いろいろと偉い人 の、 あの結婚っていうんですか、そういうのがこう、今あの、セコドンで出てきます、西郷さんですね、その弟の、ジルドって言ってたらご存知ですか、大勢の別荘があった人なんですけど、その関係の人も一応、古川天皇と入ってますね。まあ、一兵さん、当時の発明家の人は、お子さんがいなかったんですね。で、陸奥さんと親しくしましたんで、陸奥さんのお子さんも養子にもらったと。そしたら、子供ができたということで、2代目は陸奥さんの純一さんを2代目にしたんですけども、まあ、35歳の若さで亡くなっていることで、